おはようございます。8月14日5時46分金曜日ですかね。今日は相場解説金曜日になります。お盆が迫ってますというか、お盆真っ只中ですかね。14、15、16あたり皆さんもお墓参りとかされるんではないでしょうかね。今日の相場なんですけども、昨日ね、倍の方で取れるかなと思ってはいたんですけども、ちょっとねダメでしたね。こういうふうに、トレンドが上昇に向かっているんで、もう倍をね、倍一辺倒だったんですけども、どうも、なんか、下がったっけり、ここで入る勇気はなかったんですよ。で、ここを超えたらね、入ろうかと思ったんですけども、なかなかね、はっきりと超えないというか、ヒゲはちょっと出したんですけども、こんな感じですかね。ちょっと横ばいに近くなったんじゃないかなと思うんですよ。ということで、昨日倍でエントリーするチャンスを伺っていたんですけども、午前中入れず、午後も入れず、で、ちょっと深夜の時間見ましょうか。実はね、これ、21時半まで見ていたんですけども、ちょっと入るタイミングなかったんですよね。ここ超えたんで、ここをね、ここ超えたんで入ろうかなと思ったんですけども、いまいち、ちょっと超えきれてなくて、ここですもんね。ここでしょ？超えきれてなくって、また下がったんで入れずに、今に至るという感じなんですよね。ちょっともう今日もエントリーないかなと思いますね。調子の悪い時は徹底的にこうやってね、調子が悪いんですよ。ただし、調子がいい時はどんどん取れていたでしょ？だからこれが私の言う4対6って形です。4割ぐらいはエントリーするタイミングが全然見出せなかったりするんですよね。でも6割勝ってるんで勝ち越すことができるという形でございます。今日は特に解説っぽいことはできなかったんですけども、我慢の1週間だったかなというところですね。はい、ではありがとうございました。また来週お会いしましょう。